語源というのはいろいろと調べてみるってえと面白いことがございましてね、よくどっか店へ入って飲み食いをしたり、あるいはちょいと怖いものなんぞをして、さあ勘定という時に見るってえと財布をうっかり忘れてたなんてことがあったりね、財布は持ってるんだけど自分が思っていたほどなくて勘定に足りないなんてことになりますってえと、しょうがないからちょいとすぐそばなんざ一緒に来てくださいななんて言うんで店の人を引っ張ってきて勘定を払うなんていう、でその時についてくる人のことを俗に馬なんて言いますな、馬引っ張ってきたなんて言います。この間弱っちゃってほら、財布忘れてよ、ああ散々飲み食いしちゃったお前しょうがねえ、見たら財布がねえんだよ、馬引っ張ってきちゃったよ、みっともねえことをするねえなんてなことを言って、まあ近頃お若い方はあんまりこの馬を引っ張ってくるなんて言葉を使わないかもしれませんけれども、まあ結構そのみんなに用いられた言葉でございますね。どういうわけで人間を馬と言ったのかというと、これはこの遊びの方から出ている言葉だそうでございまして、昔は吉原という大変に華やかな場所があって、そこへこの通うのに、籠で通うね、深川という歌の文句の中にもございます。籠で行くのは吉原通いなんてことを申しましてね、結構なこの宿籠でもって乗っかってでこう通っていく、大変にこの、気分が良かったもんだそうですけれども、この籠で通うそのもう一つ前の時代には、馬で通ったなんて時代があったそうですね。まあ、日本橋神田界隈から吉原へ出かけようということになりますってと、まあ一遍通るというのが蔵前通りでございますね。蔵前通りやってまいりますってと、今でいう駒形橋あたり、あの辺からこうずっと松並木になっていたそうですね。ですから、町名変更がされる前まで浅草に並木町という町名が残っておりまして、今でもこの有名なお蕎麦屋さんで、あそこにこののれんがかかっておりますが、そこの屋号の脇のところに並木としてございます。ですから蕎麦の好きな方になるってえと、どうだよ、ちょいと、並木ども行って、名はたぐるじゃねえかなんてんでね、蕎麦のことを名をたぐるなんてことを言ってね、大変にこのみんなでもって喜んでお蕎麦を食べるなんてことがありますが、その時にこの並木ということを申します。もうそれだけで好きな人は「ああの店だな」ということが分かる。この並木といういわゆる町名が残っていたぐらいにずっとこの、並木道だったそうですが、でそこに孫さんがおりまして「さあこれから一つ吉原行って、遊ぼう」なんという人が通りかかるってうと「どうだね、お客さん一つ馬呼んびかい」なんてんで、そこから馬に乗っかって通う道中馬道なんという町名が残りましたよなんてことを聞いたことがありますが。まあ、吉原のこの大門というところで馬を降りますってえと網笠茶屋というのがあったそうですね。でそこでもって傘を借りてこいつをかぶって中へ入ってってご婦人を冷やかす、いくら金銭でどうにでもなると言いながらも同じ人間をそのこのいわゆるこの直に冷やかすというのは、それはもうとてもできないというんで、昔の人は大変奥ゆかしいんですね。ですからちゃんと傘をかぶって、で傘の中からこうやってご婦人を冷やかした。で傘のない人はというとこの洗面ね、扇ですな、これを広げてこの骨の間からこうやってね、こういう形でもって冷やかす。昔のこの古い絵なんぞを見るってえとそんな格好で歩いてる人がいますよね、こういう形で、見るようで見ぬようで客は扇の垣根よりなんという歌の文句がございますけれども、それだけ大変にこの人間奥ゆかしかった。それがだん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 そういうようなことがなくなってきてしまいにはもう傘はかぶらないね、ああもう扇でこんなことをすることもなくなっちゃって、もう直に冷やかすなんというようなことになってきたそうですけども、その自分は、こういわゆる灯籠をいたしまして一晩ゆっくり遊んで、さあお勘定というのが明くる朝だったそうですね。でまあその若い人というのがおりまして、その若い人自分の懐都合といろいろとこの相談をいたしまして、じゃあお客様どうです、お酒をこれだけにして、でこの召し上がり物こういうものだったらその、なんですよ、なんとかなりますよ、今 お持ちのお金でなんとでもなんというようなこと、ああそうかいってのは上がりまして、でこういろいろとやってるうちに酒なんとか入るってとね、人間というのは気が大きくなりますから、ここまでですよって言われてんの分かってるんですが、ついつい気が大きくなって「あいやもう一本持ってこい」なんてなことになって、やりすぎちゃって明くる朝になるってえとどうもこの勘定の時に足らない。
しょうがないから店の方からお客様について大門のところまで参りますと、帰りのお客様を待っている孫さんたちがいる。その孫さんに、ちょいとこのお客様ね、ねえ、ゆんべうちでもって遊んでくださったのね、お勘定がちょいと足りないんだよ、あのすまないけれどもお供してってお勘定もらってきてくれ、えい、用がする、なんてんでね、そのお客様は馬乗っけてお客様のお宅に伺います。でお客様のお宅でもってお勘定をいただく間、馬中に引っ張り込むわけにいきませんですから、角につないでおきます。そうするとすぐに分かりますな、ああ、トメんとこの角にまた馬がつないであるよ、この間もそうだよ、よくあんちしゃん、まあ引っ張ってきゃ、なんとにしょうがねえやろだ、なんと言うんで、こういうことはすぐに分かるね、だから、遊びに行って勘定が足らないなんてということが、もう馬を見るってとすぐに分かっちゃうね、あいつはまた勘定が足らないんで馬引っ張ってきたな、というようなことがこうずっとありました。でこの孫さんは勘定を受け取りますってと、これをお店へ持っていくと、はい、どうもご苦労様でしたというんで、お立ち犬をいただける。んところが、あの中にはちょいと悪い客がいて、この孫さんをなんとかうまい具合にこの舞ちまおう、なんというんでね、よそのうちに連れてって、おい、ここは私のところ、ちょっとすまねえけどお前さん表で待ってる、いやいや、なんで一緒に入っちゃう、親父はやかましいんだからな、お前さんが入ってくるってと、てめえまた遊びに来やったな、なんてなこと言われて、こっちは小言食っちゃうからね、勘定ができないから、おふくろが話し合いは分かる人だからね、おふくろのところ行ってちょいと耳打ちをして、でもらってくるから、いいかい、そこで待っててくれ、いやすぐだよ、すぐに出てくるから、ちょっと待っててくれ、なんてんで知らないうちに入ってって、すいませんごめんない、なんてんで履物を持って裏からそっと出てって、どっかに逃げちゃうね。孫さんは表で待ちぼうけ、後でもってどうもおかしいってんで聞いてみるってと逃げられた、なんてことになりますな、で中にはこの孫さんの方でもちょいとこのまとまったお勘定を手にするってとムラムラっと妙な了見を起こして店の方へ届けないで、そのままどっか行っちゃった、なんというような、そういうことが度重なってくるってと、こいつはどうもいけないね、人に頼んでおくからこういうことになるんだからな、じゃあ一つこれから店の方から誰かが行こうというんで、この孫さんを当てにしないで今度は店の若い氏がついてったね。だから馬の代わりについてきたんで、その人のことを俗に馬、ね、なんていうことを言ったそうですね。でこの若い氏のことを牛太郎、詰めて牛なんて言いましてね、ゆうべ格子で進めた牛が今朝はのこのこ馬になる、なんていうことを言いますけれども、この若い氏というのは孫さんやなんかと違いまして、大変にこの目端は聞いてね、あ、何でも心得てます、大体このお客様をこの誘うのにね、伺ったところによりますってと、お客様のこの体にすがると申しますか、この手なんぞをちょっと握って、このお客様はどういうような方なんだろうということが分かんなくちゃいけないね、つまりこの手をスッと握るってえと、いわゆるどっかの若旦那だなんてことになりますってえと、何にもしてないから手が柔らかいね、だからこのなんかこう労働に従事している人だってえと、なんか豆ができてるなんというような、そういうことまでちょっとこう手を触っただけでもってこのスッとこう見抜いてしまうね、ああもうそういうことはもう大変だったそうですよね。ですからただお客様を誘うばかりじゃない、ちゃんとこの手相まで見なくちゃなんない、すごいね、でもって着物をこう触ったりなんかして、あいいものを着てんならこれはどのぐらいするもんだろうなんてんでね、それから帯なんぞもっと見てね、んでもう今この人はどういうふうなことを考えてるんだろう、ちょいとこの誘ったら、その気になって遊んでくれるだろうか、なんというような、もうですからもうとにかくもう呉服屋から何から何でも心得てなくちゃなんないというような、そういう人ですね、でなんかこう客がちょいと、難ってくるわけのわかんないことを言い出すってと怖面になるというような具合でも、何でもこの心得て一筋縄ではいかないというような人が揃っていたそうでね、こうなるってとなかなか孫さんとは違って、ごまかすなんていうことはできなかったようですけれども、もうこういう方がいてその店もどん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 栄えていくというようなことになりますけども、ちょい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 ちなんだい、俺が言いそうですよ、先ほどからだいぶご思案の様子でございますな、まだご決心がつきませんか、いいなとは思ってるんだ、いい子は揃ってましょう、玉揃いだよね、これだけ揃ってるうちは今ちょいとないよ、そうですよね、今みんなねお部から上がってお稽古をしてずらっと並んだところなんだね、いかがでしょうね、一つちょいとご理解をお願い、いやそれは願いたいってそういうことを言う、こっちもそのご理解したいんだね、
したいんだけれども、ちょいとこの懐のね都合だよ。え、いやだからね、今懐が寂しくてそれができねえんだ。あなた懐が寂しい、嘘だよあなた。え、そういう人じゃないや、あなたのそのお身なり、イエスは、そのね、ね、あのそのなり形でもってそういうことを測っちゃいけないよ。うん、それはそっちから見るって言うとそう見えるかもしれないけどもね、今実は私はその懐が本当に寂しくてね、もうバカに寂しい。うん、この間私の懐から幽霊が出たぐらい。何だ言ってんだ。いや本当なんだよ。ちょいと今ね手元不如意というやつで。え、いやそれはね、うちに帰ればそれはないことはないんだよ。ちょいと急ぎの用があってさっと飛び出してきちゃったんで今ここにないんだよ。遊びに来たわけじゃないから、ここにね、ちょいと使いに来たんでね、今ないんだよ。おお、吉原お使いでございますか。遊びでなく、うん、それでございますか。何のお使いでございます。俺は何だっていいだろ。うん、それはまあそうですが、うん、それはそうなんだよね。だけどね、後でもって私は向こう行っちゃうってと何言ってやんで、使いだなんて調子のいいことを抜かしやがって、本当に、油断がならねえなんてんでお前さん方に妙な疑いをかけられるのも悔しいから、私本当のこと言うよ、ね、うん、遊びに来たんならちゃんとね、あのちゃんとこの懐にこの支度はしてきますよ。本当にあのお使いで来たの。うん、大きな声じゃ言えないんだけど、実はね、私のおばさんっていうのはね、うん、小金貯めててね、金貸ししてるんだよ。うん、で、この中のお茶屋さんに何軒か用立ててる。え、ああ、いやそれはね、あの表から見るってとね、大層この景気はいいようだけど、その実ちょいと苦しいというようなことがいろいろとあるらしいんだ。え、どこのうちとは言えないよ、何軒かあるんだよ。でも向こうだって表向きにできないから、内々でこの都合をしてもらおうと、こういうようなこのことになってるんだ。うん、でまあそのまとめて貸すだろ、まとめて返すというわけにいかないから、月々少しずつ返そうというやつ。うん、おばさんがあのいつもこの取りに来るんだよ。で日が決まってて今日がその日なん。うん、ところがおばさんがね風邪ひいちゃってね、うん、行かれないんで、お前ちょいと代わりに行っておくれよなんて言うんでね、私もちょくちょくおばさんの代わりに来るんだ。ああで、まあ横断しよってんで引き受けて出てきたようなもんの先方行ったらね、まだその表こうきれいに発揮を埋めてやってね、誰もこの歩いた跡がないんだ。森上なんではしてあってね、うん、ほうき並みが打たしてあるね。向こうだって縁起商売だろね。のっけからさ、井の一番から出せんてえな、縁起担いで嫌がると思ってね、うん、それからまあいや、じゃあしばらくどっかでもって暇つぶして、それから来ようとね。で、まあ商売が始まってお客様が一人でも二人でもねお入りになったら、それからこれからこういうわけだってんでね、裏から入ってって、そのいただこうと思ってさ、であっち行ったりこっち行ったりぐる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 冷やかして歩いてて、ひょっと出たのがお前さんのうちの前だよね。見るってえと玉ぞろいだろ。はあ、いいなと思ってね、もうしばし我を忘れて佇んでるね。うん、7月の槍だよ。何です、その7月の槍ってのはぼんやりってやつだ。なるほど、うまいことをしやるな。どうですか、そんなに気に入っていただいたんならぜひとも洗っていた。いやだからそういうわけで今自分の金がないんだよ。おお、そうですか。いかがでしょう、物はご相談ってやつでね、あなたこれから先方のお茶屋さんにいらっしゃって、それでその向こうでこのお金お受け取りになったら、また私どものところに来ていただくというようなわけには、いきませんでしょうかな。それはダメだよ。そりゃそうじゃないか、向こうでもって金を受け取るだろ。あ、これはおばさんのお金だなと思ってと、こっちに来ないよ。そのまんまスッとおばさんのところに行っちゃいますよ。人間ってのはそういうもんですよね。ああやっぱり、これは人の金だなと思ってと使いにくいよ、気がさせてやつなんだ。だけどね、のっぴきならないことでもって、これどうしてもしょうがないと、人の金だと分かっていても手をつけなきゃならないということがありますよ。いやいや、手をつけるったってさ、ね、金を盗むとかなんとかそういうんじゃないんで、人の金を預かって歩いてて向こうから借金取りゃくらね、でっくわしちゃってもう散々伸ばしていたのがもうこなったんだとなるとしょうがないから、今ここに懐に金があるから、人の金だと分かっていても、じゃあ一旦用立てさせてもらおうってんで、その金に手をつけるということがあるじゃないか。それありますね。そうだろね。だからそういうような形にするてえな、君どうだい。え、いやだからさ、お互いにこの歩み寄るということにしようじゃないか。どうも一つお話が分からない。いや分からないことはないよ。だからさね、これ向こうでお金を受け取っちゃうと、これはおばさんのお金だなとなるから、ほら手をつけにくいってやつだよね。でもおばさんのお金と分かっていても、どうしても手をつけなきゃならないというような形にしようっての、分かんない。本当にしょうがないね。だから早い話やさ、今夜黙って私をあげなさいよね。今夜
遊ばしといて、明日の朝になったら私は手紙をスラスラっとこうしたためますよ。ね、ただその手紙を持ってお前さんでもいいよ、他の若い人でも構わない、それ持って先方のお茶屋さんに行ってもらおう。ね、と向こうでもって、あ、そうですか、どうもご苦労様でしたってんで、そのお金を渡してくれるから、そしたら私のところに持ってきなさい。ね、そしたら見ている目の前でもって一つ勘定を払うじゃないか。それでいいだろう、どうだい。どうだいってそういう具合に行きますか。行くよ、金借りに行くんじゃないんだよ、ね、貸してあるお金をもう取りに行くんだから、向こうだって返す時にきちっと返しておかないってとね、今度は急に入りような時に後を回してもらえないから、ちゃんと支度して待ってんだよ、うん、二つ返事でさっとこう渡してくれるよ、うんうん、だからさ、そうしよう、ね、それならばしょうがないじゃないか、おばさんの金だってなんだって使わなきゃなんないよ、ね、うん、だけどこれから先行ってだよ、向こう行って先に金を受け取っちゃうだろ、そうするともうこれはおばさんのおかんだなとなるってと、このうち上がりたくたってこらったまだいけねってんで気がさして、そういうことはできねえでそのまんま帰っちゃうと、こういうことになるんだね。これはまた改めて来てもいいよ。だからこういうものはね、間のもんだね、ふっとした虚のもんだよ、なんかの加減のおってさっと遊ぶんだね。いつ一家上路会に行こうなんて帳面につけといて出かけるやつはないんだよ。そうだろう、お前さんが私を遊ばしたい、私も上がりたいという気持ちだから歩み入れろってんで、どうだい、お前さんが嫌ならいいんだよ、俺は帰るよ。え、どうする、どうも遊ばせるかい、帰すかい、どっちにするよ。え、おい、俺もぜひ一つ、ご理解を願いたいという気持ちはだったらいいじゃねえか、じゃあ上がっていいんだね。うん、ですけど、まあそうですな、おい半端なこと言ってちゃやだよね。ああ、下でもって行ってからそのまんまたーっとこっちは上がってって、2階でもってそんなお話は伺ってませんでしたよなんて言われて、また下にね返されるなんてな、そりゃもう上がったやつはバカみたいなもんだね。うん、だからはっきりしてもらうじゃねえか、いいかい、どうすんだい、いいのかい。そうですね、じゃあまあいいでしょう、いいね、うん、じゃあ上がるよ、ええ、じゃあ終わりになるよなんて言って私はすっかり煙に巻かれてしまう、こういうやつですから、上がってくるってえと、さああれを持ってこい、こいつを食いて、なんていうことを言って、はあ、もうどんちゃかどんちゃか一人でもって大騒ぎをして寝てしまう。あぐらさん、おはようございます、おはようございます、はいはいはい、どなた、若石さん、あぞ、起きてますよ、どうぞそこお開け、お開けなさい、おはよう、おや、おはよう、さあさあどうぞ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 、おはようございます、いやおはよう、昨晩はどうも大変にお世話で、いえいえ、こちらこそありがとうございました、もう大変にもご内緒も喜んでおりまして、そうかい、一人であんなバカっ騒ぎしたの初めてだよ、他から苦情は来ませんでした、いやよくあるんだよね、うん、あんまり派手にやってるってとうるせえとかなんとかってね、ああ半分焼いてんだよ、うん、そういうことはなかった、なかった、あそう、そりゃよかった、飯に店にケーキがついたってご内緒喜んでる、ああそんならなおだな、よかった、うん、そうですか、大変に面白く遊ばせていただきましたよ、ありがとうございました、これはねみんなね、あなたのね、頭の働きですよ、恐れ入りました、これからまたね、ちょくちょく私、来ますから、私の友達にも遊び好きが揃ってんだ、みんな誘い合わせて、伺いますよ、そうですか、ありがとうございます、なんだい、誠に申し訳ございません、早速のことでございます、これをちょいとお願いしたい、何、ああ勘定書き、うん、勘定書きね、うん、それもないと遊びも面白いけどね、いやいやいや、なんてなんてもしなければという話だね、いくらになってます、明細になって、いやその細かいことはどうでも構わない、締め高いくらとそう言ってください、いくらです、あ、サイドガスか、締め高、45円87銭とは、45円87銭、それはなんか間違いじゃないかい、他のお客に、こちら様のは、あ、そう、45円87銭、うん、ああそうか、あの芸者衆やなんかにやってくれってんで衆議立て替えてもらって、それはあの入ってないんだね、そっくり含まれてて45円87銭、安いな、安いや、ああそれは安い、そうや、恐れ入りました、ご来所の頭の働きだね、うん、ああそうだよね、うん、本当ならね、私なんざねたまたますっと上がったんだ、初回の客だよ、いつ来るか分かんねえんだね、二組短くってんでコツーンと来るのがこれが大体相場だよね、
それを細く長くてんで引っ張ろうという恐れ入りました。結構ですね、なおさらこっちはひいきになる。実際本当ですよ。そうですか。あのね、それでね、今ね、さっきから考えてたんだけどね、あの昨日言ったあの手紙ね、私すだすだとしたためようと思って、手紙書くのは構わない、手紙書くのは構わないんですけれどもね、私ね、版を忘れちゃったんだね。こんなことになると思ってなかったからさ、持ってこなかったんで、手紙持ってった人がね、この向こうへ渡すでしょ、読むって言うとね、そのあの向こうも金のことだから恐れ入りますけれども、ご一般願いましょうやなんか言われるって言うと、使いに行ったものがね、このあの恥かいちゃうからね。だからどうだろうね、私だったらちょくちょく代わりに行ってんだ今までも、すぐに渡してくれるから、これから私直に向こうへ行きたいんだがね、お前さん一緒についてきてくれないかな。あ、さようさ、はい、よろしく、じゃあお供させていただきます。じゃあ行こう。朝っぱらから余計な用をさしちゃってすまない、いえといたしまして、これもみんな勤めでございますんで、結構だな。いやとにかくね、ゆんべは面白かったよ。だいたいね、こういう遊びなんぞをした暮らさってやらね、ああよしゃよかった、無駄な金使ったななんて思ったりなんかするんだね。それがね、こんなにね、ああ面白かった、遊んでよかったなと思ってるってのはなかなかありませんよ。恐れ入りました。本当に嬉しいよね。まだ寝てんな、ちょっと早すぎたな。もうちょっとゆっくりしてからよかったな。どこのお宅なんです？どこってほら、あそこの家だよ。あの家。どこってほら、あそこだよ。あそこ、うちは見えないから、うちは見えますよ。うちはずっと並んでおるよ。どうなってほら、あの家だよ。寝てるよ、まだ。寝てますよ。ねえ。寝込みを襲っちゃいけないよ。強盗じゃないんだからね。一回りしてこいじゃないか。ぐるっとさ、そうするってと向こうのうちも起きるだろうね。起きたらおはようございますってんで入ってっていただいて、君に、まあ、渡そうじゃないね。そうしましょうね。こっち行こう、こっちへね。どうもこのまたね、朝の吉原ってのはいいもんだよね。ゆんべ子供ってどんちゃんどんちゃん騒いだ同じ場所かしらてんで疑いたくなるぐらいなもんな。ご覧ほら犬、あんなに犬がね出てきたよね。宵のうちは姿はどっかに隠してるんだ。で朝になるってと俺たちの天からっての顔して出てくるんだ。かわいいもんだよね。皆さんね、ゆんべのお疲れでもってぐっすりとお休みだ、しーんとしちゃって何とも言えないもんだ、このね朝の吉原ってな。それで一つ門の外に出てみようじゃないか。空気はガラッと変わって、なかなかいいもんだよね。ほらね、そう、湯に入ろうじゃないか。こんなことだったらお前さんの家で湯に入ってくれよかったら、どうだい。この湯よく私も入るの。どう、ちょっと付き合わない、付き合ってくれる。じゃあ入ろうね。おはようございます。いらっしゃいまし、一つお願いします。二人、流し、私欲しいね、取ってくれ。お前さんどうだ、流し取るか、いらない。じゃあね、そう、シャボンとね、それからね、手拭いを2本、持ってる。じゃあ手拭い私だけでいいよ。だから私は流し、そうですよ。だから用事もお願いしますよね。いくらになるの。で君ちょいと湯煎立て替えて。いいよだったね、サイドアースだ。ゆんべちょいとね、体に浮かんだこの油を洗い落として流飲を吐く途端に、今度は下っ腹がトーンとおいでなすったね。突きっ腹抱えてうろ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 してるってのはね、あんまりおつなもんじゃないよ。どっかでもってちょいとなんか軽く底を入れたいね。といった朝だからね、あんまりアブのきついものはいけませんよね。なんかこうさっぱりしたもんでもって軽く江戸前に行きたいね。なんかね、どう君、お豆腐でおまんまとやな。結構だな。そう、じゃあ付き合ってくれね。このうち私ちょくちょく来るんだよ。おはよう。大変な混み具合。さあ、おはようなさい。どこへ行くかな。あそこ入ったら、あそこは。さあさあ、こっちいらっしゃい。お姉さん、ちょっとこっちも乾かして。さあさあ、何がいい。薬効。そう、私も薬効はいいじゃん。薬効、二人前。そうですよ。あとでね、お漬けとおまんま、おこおこもいただきます。それより先にね、お酒を持ってきておくれ。そうそうそう。おまんまとお漬けはね、あとで恋をかけたら持ってきてちょうだい。だから薬効とね、からおこおこちょいと先に持ってきていただいて。お酒、冷やで結構ですよ。三票持ってきて。細かいもんじゃ、ちっちゃいもんじゃ、めんどくさいからね。なんか湯飲みかなんかがいい。そう。はい、どうもありがとう。そうそう。さあ、行きましょう。何を言ってんね。これあなたの務めですよ。さあ行きましょうね。さあ客に付き合いなさいよ。何を言ってんの。私は今勤めですからいりませんなんて、そんなことや。そう、じゃあ私も一つ、恐れ入りますね。どん、どん。朝はね、お酒ね、おかんしたやつより冷やの方がいいよね。飲みいいんだね。でお互い様にこれからよろしくお願いしますね。お互いになんか悪いことがないといいね。本当に。いただきます。どん。
結構だね。さあ、やっとごらん。ね、このところに冷たいのがスルッと通るだろ。なんとも言えないもんですよ。やんなさい、どんどん。いえ、遠慮することはない。うん。だいぶいい心持ちになってきたよ。ね、うん。おまんま一回。あ、そう。お姉さん、おまんまお願いしますよ。お月も一緒にね。うん。ああ、また。どうだい、君。おかわりしないかい。おかわりしない。あ、そう。若いのに。うんだい、孤独だね。私ももういいよ。うん。じゃあ行こうか。あ、お姉さん、いくらになるの。うん。5円30銭、あ、そう、5円30銭、君ちょいと立て替えて、でいいんじゃない、ちょいとさ、いえ、もうあいすまん、持ち合わせが、持ち合わせがない方はないんや、あるよ、あるの、さっき君が湯煎を立て替えるときに、私が後ろに回って、君の肩越しに、君の釜口の中に覗いてたんだよ、ちゃんとね、端の方に5円札がこう、きちんと小さく畳んで入ってたよ、ね、うん、から1円札もありました、ね、ちょいとお出しよ、君にね、この立て替えさせればね、また倍にして返すんだから、なん嫌な顔しないでさ、こっち行かしなさいよ、こんなに細かに畳んじゃって、本当、はい、お姉さん、これ5円、こっちは、これ1円、はい、お釣り、はい、結構ですよ、差し上げます、どうぞどうぞ、油でもつけてちょうだいね。はい、どうもありがとうございました。用事いただこうかな。用事は、はい、どうも、恐れ入りの。うん、君、用事どうだい。結構だ。あ、そう、うん、いいの、うん、一本の用事で二人ってのは使いにくいよ。いらないよ。あ、そう、若いうちはいいや、歯が丈夫だから。ごちそう、うん、行こう、ね。あー、まったね。ちょいと酒が入るって言って、ゆんべの酒を呼んで一緒になって、うわーって酔いが出てくるよね。なんとも言えなくいい気分なもんだな。うん、どう、あーだ、なんか食べてね、ただのそのそしてちゃいけませんよ。ね、あっち行ったりこっち行ったりこうね、体動かすってのは大変にこれいいんだね。どっち行こう、こっち行こう、こっちへね、うん、ブラ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 、あのね、あのなんか食べてね、こう急に動かしちゃいけないよ、体よくあるよ、子供の自分にね、学校から帰ってきて表で友達遊んでらね、こっちも一緒にすぐにパッと遊ぼうと思って家に飛び込んでって カバンをポーンと放り込んで、パッと出ようとするってと、おふくろはダメだよ、お前も食べなきゃいけませんよなんてなこと言ってしょうがねえからね、うん、無理してクーッとのおまんま囲んでバーッと表へ出てくだろね、そこを駆け出してくと横っ腹がキュッと痛んでね、あら体によくないんだよ、うん、のそ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 してんのが一番いいんだからね、少しのそのそしようね、うん、池へ突き当たっちゃったね、こっち行って芝居の看板なんぞ見たってしょうがないでしょうね、ああ、こっち行きましょう、こっちへね、はあ、どうだい、うん、花屋敷、またここはいいんですよ、いろんなものがあるから、おばあさんがね、孫の森に来るには一番いいんだ、一日遊ばしていたってどうってことはないんだからね、ああ、子供が秋が来ないってやつだな、ほら観音様ね、18軒四面ね、中の主は一寸八分だよね、大きくたっていいってもんじゃないんで、小さくたってね、こんだけの大きいところの主ですよ、二王様ご覧なさい、あんなに大きくたって門番してますよ、門番だけじゃとてもやっていけないってんで、内職にわらじ作ってちゃんと売ってますよね、いや本当に売ってるわけじゃないけどさね、こっち行こうよね、どうだい、表へ回るって相変わらずのご繁盛だね、さすがだね観音様ね、三景人も四季も嫌ないってやつだよ、もう大変なもんだ、遊びの帰り来いくるってとね、なんだか気優しいよ本当にね、うん、大変な鳩ね、いくらもどん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 増えるのかね、この鳩っていうものはね、本当だよ、あそこにいるね、鳩にやる豆を売るおばあさん、ご覧なさい、あのおばあさん、私はね、子供の自分に見た時から同じおばあさんだよ、ね、子供の時に見た時にもうすでにおばあさん、それは今日までずーっと同じだよね、年を取んないんだよ、あそこまで年を取っちゃってあの先年を取んないんだねいいね、まるでなんだか知らないけど親類の人みたいなような気がしてね、あのおばあさんの姿が見えないって言うと今度はこっちは気になったりなんかしてね、どうしたんだろう、わざってやしないかしらなんてんで、本当だよ、あのおばあさんどっから来るか知ってるかい、知らない、何知らないの、なんだ私も知らないんだよただね、あのおばあさんについてちょいと私ね、一つね気に入らないことがあるんですよ、何があったってそうなんで、この鳩ね、あーってね、こう怒ってる豆をこうね拾って食べてるんでしょね、そうするってえとね、すっかりなくなっちゃうってえと、あのおばあさんの売っているね、あの豆を狙って鳩が飛んでくるんですよ、そうするとあの、ね、豆の脇に置いてあるこのぐらいの細長いね竹の棒があるでしょ、あの棒を持ってあのおばあさんがね、鳩がねピシッピシッピシッってんでね、追っ払うんだ、これがまた慣れててうまいんだよ、それが私は気に入らないよ、だってそうでしょね、ああお前さんね、自分が鳩のおかげで生計を立てていられるのにね、その鳩を、恩ある鳩を打ち挑着するのは何か間違いじゃないかと思うんだけど、君どうだい、そう思わないかい、どう、そうだな、なんか君急に元気がなくなっちゃったね、なんか心配事がありゃしないかい、なんかあんまり考えちゃいけませんよ。ね、ああ、さあこっち行ってみよう。中見せ。
相変わらず大変なご繁盛ですよ。このどこの店もね、ああこういうね子供を連れてきたらね、なんか買ってやらないうちは動かないよ。泣いちゃって大変だ。どこでもそうだ。ほらあっちをご覧なさい。しゃがみ込んじゃって動かないね。うん、私も覚えがあるよね。両方はいけないよ。どっちか片っぽにしなさいよ。なんてんでね、お面と刀とどっちかにしようってんだけどもね、両方欲しいんだよ。ね、うん、と言ってどっちか片っぽってんでいろんなことを考えて一生懸命考えて今日まであんなにものを真剣に考えたのはあの時以来ない。いや本当さね、相変わらず購買焼きペタペタやっとるね。うん、あら雷も、あら電車が来たよ、チンチンなんてんで、あれが結構遅そうだけれども早いんだよ。この間ね、あたひの方が駆け出したら早かろうと思って駆け出してみたんだ。あーとても電車にはかなわないね。あーあれに乗ってツーッとどっかへ行ってみたいな。ちょっとちょっとあなた、なんだい、なんだいじゃないよ、あなた、中のお茶屋さんだてえから私は黙った後をついてきたんだ。なんだい、どこまで行くつもりだい。なんだい、どうしたんだい、急に怖い顔して。本当にもうやだね。ああ、分かった分かった分かったよ。つまりなんでしょ、君、私がどっかへ君をこうね巻いてどっかへスッと逃げちゃうと思ってんでしょ。そういうことをこう考えちゃいけません。疑っちゃいけない。なことするわけはないね。いやだからさ、何もこれからさ吉原まで戻ることはないんじゃないか、ここまで来ちゃってんだからね。だからこのね、今さっきから考えてんだよ。どこに行って感情をこしらえてもらおうかなと思ってここまで来ちゃったからね。はばかりながらね、私はこの顔を出すってああそうか言ってんで分かったよってすぐに感情をこしらえてくれるうちがあっちにもこっちにもありますよ。嘘じゃない、本当だよ。この先すぐにおじさんのうちがあるんだよ。そこでも構わねえんだ。どこだっていいんだろ。本当かい。それはどこだって構わねえ、感情ができる。嘘じゃないよ。やだよ、怖い顔して声を荒げちゃう。なんだよ。ただね、さっきからそのおじさんのうちってのがね、きっとそのお前さん方縁起商売嫌がるんじゃないかと思って心配してたんだよ。そこでも構わないんだろ、何でも感情ができる。それだったらいいじゃないか。ねえ、君とはこれから先さ長く付き合おうと思ってんのね。そんな怖い顔しちゃいけませんよ。笑ってくれ。笑いなよ。なあ。その方がいいよ。ね、君はね怖い顔いけません。ね、大釈さんみたいな目でもって人のことを睨んだりしたや。ね、さっきも言った通りね、ちょいとねそのうちの商売おじさんのところが気になんだ。いいかな。おじさん何なすってんの。早起き屋。葬儀屋なんだよ。それとも構わないかい。それは構いませんよ。葬儀は結構ですよ。墓が行くなんて言いまして恐れ入りました。マイカと言うね、君は墓が行くなさ、なかなか言えるもんじゃないよ。遊び人だね、さすがだね。ああそうですか。いやそこで構わない。ああそう、じゃあいいや、すぐそこだからもうちょっと付き合ってくれ。ありがとうな。君にねちゃんとねこれからその付き合うんでね、お礼をしたいよ。いやさ、お金はいけません。初めての方に失礼だから。さ、立て替えてもらったのから倍にして返しますけれども、なんか品物で差し上げたいね。あ、帯。この間脇でもって帯買ったんだよ。ところが買った途端に友達に誘われて行こうよってん。荷物になっちゃうだろ。しょうがないからおじさんのところ預けてん。帯君に差し上げましょう。ね、失礼だけども。男はね、帯にお金をかけてもらいたいよ。ね、50の着物に100の帯ってんでね。着物より帯の方が値が良くなっちゃいけないよね。おつの帯があるから、君の帯ちょいとね、もうだいぶその長いこと締めてんでしょ。ちょっと締めた貝の口が今猫じゃらしになってる。これいピーンと立ってなくちゃいけない。ね、この帯君に差し上げましょう。どうもありがとう。いや、な、気にすることは。ほら、話をしてると早い。通りの向こう、ほら、早起き屋と書いてあるだろ。あそこは私のおじさんの家なんだ。ほら店の中から表ぼんやり見てタバコ吸ってんじゃん。あれ私のおじさんなんだ。であそこ行って話をしてくるから、じゃあちょっと君ここで待って。私も一緒。一緒に来ちゃダメだよ、ね、これから行ってねおじさんにねこういうわけだって話をするって言うと、しゃあねえやつだってんでちょっと小言があって、その後もう行けないよってんでちゃんとこの感情をこしらえてくれるからね。お前さんがそこにいるってとね、そばに小言を言いにくいから、なかなか感情ができないから、ちょいと待っといて、向こう行って おじさんが感情をこしらえてくれるって言ったら君のことをすぐに呼ぶから、意外だからそこで待ってない。別に路地に曲がったりするんじゃないの。通りの向こうだから、そこで見たらいいだろ。私はどこにも行きませんから、ちゃんと見てないよ。分かってる。はい、そう、そこだよ、そこで待ってなさい。大丈夫大丈夫。おはようございます、おじさん。おじ
じらんのはいいですけれども、ちょいとお願いがあって伺ったんですがな、おじさん。大きな声の人だね、どう。なんか用があるんだったらこっちお入んない。どうもちょっとお願いが。ちょっとあのね、大きな声を出さないと聞こえますよね。さあ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 、こっちいらっしゃい。なんと、はい、すみません。実はちょいとね、朝っぱらから急なお願いで誠に申し訳ないな、そこからあの見えましょうの通りの向こうにこっちをこうぼんやり見てる男が一人立ってますな、あれの兄貴というのはゆんべ晴れの病で死にましてね、太ってるところ晴れの病ですからこんなになっちゃったんですよ。波の早起きじゃ入らないずんけ大一番小判が立ってやつだね。それをね、急な話ですからどこ行ったってできはないですしね、みんな方々で断られちゃってね、当人ぼんやりしちゃってるんですよ。そのまんま仏へほっとくわけにいかない、なんとか早くねお金に納めなくちゃいけないってんあっちこっち方々こうずっと回って歩いてね、今こいたまたまこう、看板を見たって入ってまいりましたんですが、いかがでございましょう、そのずぬけ大一番小判型というのをあれのためにこしらえてやっていただきたいんですが、いかがでございましょうか。こしらえていただくわけにはいかないな。大きな声出さなくたって話は分かりますよ。そうですか、ちょいとお待ちない。あう、みんな話は聞いたか。ずぬけ大一番小判型だよ。当たるねえだ、出来なんであるわけやねえやな。あ、そうだ、困ったらっしゃるよ。こういう時はお互い様だな。いや、それは後言いまして構わねえよ。あ、そうかい。あ、じゃあすぐにかかってやんな。今職人に話をしましたらね、すぐにこれからかかるそうですよ。こしらえていただけれ、ありがとうな、ありがとうな。こっちおいで、どうじゃないよ。今聞いてたのね。あのね、おじさん、おじさん、この男な、この男、君、このおじさんね、この男ですよ。おじさんが、ね、今ね話をしたらこしらえてくれ、おじさんこしらえてくれますね。おほら、こしらえてくれるって、あのできましたらおじさんね、この男に渡してやってくださいよ。君できたらちゃんとおじさんから受け取っていいかい。あのおじさんできましたらこの男に渡して、君できたらちゃんと受け取って、いや、今ついてタバコ買ってくるからってんで、この男はスッと消えちゃいました。もし、あなた、そんなところに立ったらしゃんないで、どうぞこっちお入んない。いや、その遠慮することはないんですよ。まあそこにいられるなとなるってと、かえって気になるんでね。構いませんから、さあさあ、どうぞこっちへ。あ、こう、座布団持っていきな。タバコ盆も。さあさあ、どうぞ、終わってない。まあ、一服をつけない。遠慮することはございません。構いませんから。どうも。朝っぱらから飛んだお願いで、しゃあねえ。いくら飛んだお願いだったって、こっちも商売だから。商売、どう恐れ入ります。さすが、伺った通りなかなか粋な方でいらっしゃってね。もうこんなことをこちらもお願いしたか。まあそんなこといちいち気遣うことはねえんだよね。お前さんもそれは大変だったね。別に大変ってことはないんだね。まあどうってこういうことはあるもんですから。あ、そう、偉いね、あるもんだからなんと言うんでね。すっかりその覚悟しちゃってるところ大したもんだね。兄さん長いことだったんですか。だから兄さん長いことだったんですか。兄さん、もちろん、いや別に長くはないんですよ。一晩なんですから。一晩、じゃあ急に来たってやつだ。そうなんで、不意にいらしたんですよ。なんだ不意にいらしたって。あ、そう。いや、お前さんも驚いたろ。別に驚きもしませんね。それは偉いよ。大概ね、急に来るってと驚くもんだね。何していいか分からねえってことになるんだが、驚かないってのは大したもんだね。ツヤの具合はどんなでしたか。ツヤ、ああ恐れ入りました。ご商売から、さあもうツヤが大変でございます。芸者なんぞ暴いましてね、もう大騒ぎでございます。変わったツヤだね。まあいいや、その方がね、メソメソしたってしゃあねえんだからね。
行かれちまったものはね、後のことを考えなくちゃ。そうなんですよ、私どもの方もね、お後のことはございますんでね。んどうのお後てえな。いやいや、そうじゃねえんで、そういう具合にした方がかえってね、メソついてるよりは仏様じゃあきっと喜んだろう。あーもう仏様バカな喜びよ、仏様カッポで踊ったりなんかして落ち着かなくちゃいけませんよ、ね。おい、どういうことになってる。あそうかい。ほどなくできるそうではね。なんかあったつくものがありますか。つくものつくものつくもの、あ、なんですか、帯を、あー帯、帯はつくよ。ああ傘は、傘のことは別に伺ってない。おお、そう、傘はいいそうだ。あそうかい。で、あとはできたらどうやって持ってきます。でって私が、いやだからどういう風にして持ってきます。だから懐に入れて。そうじゃねえんだよ、わからねえな。だから確かにできたらすぐにあなたに渡すんだ。もう間もなくできる。どういう風にして、なんか車かなんか引っ張って。いやいや別に車なんだ、お父さんの財布の中にいるとこ。だいぶ気が動転したかな。まあまあいいや。できた。あそうかい、こっち運んできな。気をつけろよ、いいか。あそこへ大きいな。急いだんであんまりいい出来じゃねえけれど、まあ一つこれで勘弁してくれよ。ありがとう。いえ、もう私の方はこしらえていただけばそれでよろしいんだね。本当にどうも ありがとう。大層こら立派なもんとかすな。いや別に褒められちゃ困るよ。急いだんで出来はよくねえんだ。そうですか。こういうのはどういうようなお宅のおあつらいでございます。どういうようなお宅のおあつらい、お前さんのあつらいで。私がねえ、何や言ってんな、私はんなもの言う。そうだよ、お前さんの兄さんってのはゆんべ晴れの病で死んだんだろ。え、私兄貴なんかいませんよ。いねえ、おかしいな。さっき来た若いのがそう言ってったで。さっき来た若いのがそう言ってったって、あの方は何でしょう、お宅のあのご親戚の方でしょ。いや違うよ。え、あなたのお芋さん違う。あら、だってあなたあの人おじさんおじさんっつったら、あなたあいよあいよって返事してたじゃありませんか。おじさんって言われりゃ返事するよ、おばさんって言われりゃ返事して。いや、あの人あの知らない、知らねえよ。なんだよ、いきなり上がり込んできて、どうしたい、どうしたいんじゃないんでしょう。いや、どう様子がおかしいと。いやいや、実はあの私はね、中の若いもんなんのがね、さっき来たあの人がね、うちでもって言うんでね、遊んでくれたのがね、もう建て替えや何や買えと思ってね、50円をこそ60円になろうというような、そういう感情なのね。持ち足がないから、おじさんのうち行ってね、感情をこしらえてやるってんで、あっちはずっと後をついてきたんで、感情ができんのを待ってたんで、早起きができんのを待ってたんじゃないのかな。そうか、どうも様子がおかしいと思った。嫌に声を大きくしたり小さくしたりなんかして、妙なやつだと思ってたんだが、そうかい、お前さんやられちゃったんだ。しょうがないね、中の若い者はそんなこって馬についてきた。お前逃げられちゃったんじゃねえか。そういうことになりますな、そういうことになりますな。じゃないよ、気をつけなよ。お前さんのうちだけの話ならいいんだよ。ほら、最難攻を持ってんのお前さんだけじゃない、うちだってそうだよ。こんな図抜け大一番小判型なんていうね、こんな水風呂桶の化け物みたいなものこさえちゃって、これは波のもんだったらすぐ他へ回されるんだ。こんなものはどうにもしょうがねえんだよ。弱っちゃったね、どうも。まあお互い災難だ、仕方はねえ、俺の方も諦めるよね。だからまあいいやね。若いしよく話をするから、職人にね、手間は構わねえから、すまねえけども木打の台を10円置いてこれ持ってってくれ。冗談言っちゃいけませんよ。未正解ってなんてんですよ。感情は取れませんでした、その代わり早起きを持ってきましたなんて、そんなこと言えますか。言えますかって、しょうがねえ、おめえが間抜けだからこういうことになったんで。いやだから日々しなかですよね、早起きを担いで大門を通れますか、あなた。本当に縁起でもない、縁起でもねえとは何だよバカ野郎。ちょ、てめえが間抜けだからこういうことになんじゃねえか、冗談じゃねえ。持ってけ。嫌だ、こっち。おい、みんな出てこい、やるに早起きしましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、待ってください。痛いよ、あなた。親方こんなものしわしてどうするんです。どうもこうもねえや、給仕の税を10円置いて持ってけ。10円にも何ももう足は一銭もありませんよ。何、一銭もねえ。おやこ、中までマリーゲイ。いくつになってもこの色気というものはなくならないなんてことを伺いましたが、
そうかなと思って自分の身の回りにいらっしゃいましたお年寄りのことを考えてみると、ああなるほど確かにそうだなというような気はいたしますね。まあ師匠先輩方ね、思い出してみるってと、それこそ文楽師匠なんか大変にこのおきれいでいらっしゃるし、やはり大変にこの豆でいらっしゃる、かなりのお年まで、やはりこのいろいろとお付き合いをしていらっしゃる方がいたりなんかして、ああ偉いもんだなと本当に感心をしておりました。圓生師匠なんかだってそうですよね、塩分が絶えないというね、俺たちは何をしてんだろうなと思って、しみじみ反省したりしたこともございましたけれども、あれやっぱり性分なんでしょうかね、生まれついてのもんかもしれません。私の親父はどうもあんまりそういう方には長けていないようで、どっかへ遊びに行ったりすることはなんか大変に一生懸命だったようですが、まあなんて言いますか、お酒の方がやっぱり優先をしてたんでしょうかね。私なんかもそうでしたね。だから近頃だいぶこのお酒を飲んで、それでこれ大丈夫かなと思って明くる朝起きるとなんかぼーっとしちゃってへんてこになっちゃうね。まあそんなことでもって一生懸命、大丈夫かな、今日もうまくその講座ができるかしら、なんていうふうなことを考えてるんですから、とてもご婦人の方まで気は回りません。そうすると自分でもって、ああもう俺もダメかなそっちは、なんというふうにね、妙に諦めたりなんかいたしますが、そう思っちゃふっとまた周りを見るってえと、お年寄りで結構この盛んな方がいらっしゃるってえと、あこいつはいけねえ、頑張らなきゃダメだ、なんというふうに思いますが、まあ、大体お年を召した方でそっちの方になかなか盛んという方、よくこう拝見しておりますと、まずお酒を召し上がらないですね。飲むところへはいらっしゃるね。でまあ飲んでもほんのちょっとだけこうちょいとこう舐めるぐらいにいただいて、あとは召し上がらないね。私なんかうんと若い自分にそれこそ、どっかにこう飲みに行ってて、そこのご婦人がお目当てで通っている、そうするとまた別のお客様もそういう人がいるんですね。これ結構お年を召した方にさらわれてしまったなんてことがありますよ。ねえ、なんだあんなじじいが相手ながら大丈夫だよなんてんで安心してるって言うと、どっこいそうはいかない、ね、向こうはこの、お金がありますし、からそのご婦人の扱い方に慣れてる、こっちはただ威勢がいいだけですからね、ギラ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 してるだけですから、もうそれはもうやっぱりこの女の子にしてみたってね、その話上手だし、扱いがうまいし、そしてお金があるし、言うことが行き出しすることがおつだしなんてことになら、どうしたってそっちの方へスーッとなびきます。悔しい思いを随分いたしましたが、あやっぱりダメだな、修行しなくちゃなんというふうにも思いましたね。そういう方は随分いらっしゃいますよ。まあそれこそ昔は、まあ、ご隠居というようなことになる、まあ、今より、やっぱり人間の年といいますか、そういうものがだいぶこの違っていてね、今はその65、6じゃそんなことは、まあ、お年寄りとはもう言わなくなっちゃいました。昔はやっぱりそれはそうでないね、せがれさんに世の中は譲っちゃって自分がご隠居ということになってくる。そうすると残り少なくなった髪の毛をくるっと落としちゃって、頭は丸めてね、十徳かなんかを着込んで、今日はあっちの俳句の会ですとか、明日はこっちの古書店へ行くとか、明後日は向こうの展覧会へ行く、なんというような具合に、大変にこの旗から見てるってと随分硬そうに見えるんですが、その実内内はバカにこのご婦人の方に達者だ、柔らかい、なんという人が、よくいたんだそうですな。上辺は硬くって芯が柔らかいんですから、裏残りのパンみたいなもんですけれども、ご隠居ではありませんか。おお、なんだい、親方か。どちらへ。いや、別にどこって当てはないんだよ。ただうちにばかりね、ゴロゴロしてるってと、なんだか知らないが体がへんてこになっちゃうんでね、まあ運動があってらブラブラ出てきたんだ。それより親方の方はなんだい。とは商売休みか。いえ、店は開けてあるんですわね。どうもマビってやつですね。朝からまるでお客様がね来てくださらねえね、ひまりひまりしょうがねえんでね、店の方は職人と小僧に任せていて、今ね、道具屋へちょいとね買い物に行ってきたんだんですよ。ああ
そうだ、これいいところでお目にかかりましたよ。いや、ご隠居に頼まれてました。神様でね、いい出物がありましたんで買ってきました。だいぶ使い込んであるんですがね、これはかえってお年寄り、いや、お素人衆にはね、この方が使いやすいかと思いますね。ちょいとご覧なすってください。いや、帰りに研ぎ合いよって研がしてきましたんで、今すぐでも使えますから。おお、そうかい。その後もお世話様。へえ、ああ、これはいいな。いやいや、この重みだよ。ね、うん。これあんまり重いのもね、これはね、厄介だけれどもね、軽すぎる程度また扱いにくいんだ。よく切っちゃったりするんだ。このぐらいだ程度ね、カミソリの重みでもってスーッとこう反れるってやつなんだ。これはいいな。ちょっと待ってくね。どれどれ。ああ、なるほど。ああ、これはいいね。おこれはいいや。ああ、これはよく反れるな。ああ、これはいい。ああ、いいな。ご隠居は往来でもって知り添ってちゃいけませんよ、ね。ああ、そうかい。なるほど。どうもすいません。これ、いくらだい？よろしいんだ。もし気に入ったらどうぞ使ってくださいまし。いやいや、いつも余分にいただいたらしたの。いや、もうそんな、んなこと、そんなこと言わないで、私の本当の気持ちでございますから。どうぞどうぞ。そうかい？悪いな。んじゃ、まあ、お言葉に甘いましょう。ね。じゃあ、これ使わせていただきますよ。いや、ありがとう、ありがとう。うん。いや、もうとにかくね、まあ、性分ってやつだね。3日に一度っつ。親方のところでもって頭からね、ずっとひげまできれいにやってもらってるのにね、おお、もうこの毎日自分で軽くこうなでておかないってと気持ちの悪い性分でね、ああもうすぐじじむさくなるだろ。それが嫌なんだよ。うん、武将するってと汚くなっちゃうから、まあ勤めてきれいにしてるとこういうわけなんだよ。結構でございますよ。それでなきゃいけませんよね。もういいや、どうでも構わねえやなんていうことになったら、もうそれでおしまいでございますよ。ご隠居はきれいにしてらっしゃるからね、やっぱり、お若く見えるんですよ。いや本当ですよ、みんなうち行くのお客さんついてますからね。あ、そう、お若いでもってちょいと思い出しました。近頃ちょくちょくお出かけだそうですね。いや、送り込みだそうですね。どこへ？いや、中へ。どこなんぜ？中へ。中って何の中だい？これまた驚いたな。バカなおとぼけでござんすね。吉原でござんすよ。吉原？私が？何が言ったら、バカなこと言っちゃいけませんや。おやこ、私はもう、年だよ。そんなとこ行くわけがない。ダメですよ。とぼけたってちゃんとネタ上がってるんですよ。ご隠居のことをね、吉原で見かけたって人はうちに来るんですから。見られたそうですよ。この間ね、京町の角のところでもって街灯がパーッと明るい。その下はまたパーッと明るいから、なんだろうと思ってちょいと見たら、ご隠居の頭だったってな。ひどいこと言うな。そうか、見られた。まあ見られたんじゃしょうがないよ。じゃあまあ白状に及ぶがね、うん、近頃ちょくちょくと出かけてるんだよ。おお、そうですか。いやさ、お前さんも知っての通りね、私はまあ隠居してさね、やれやれと思う途端に、ばあさんに先行かれちゃったろ。なんだか急に寂しくなっちゃってね。さあ、まあうちにいて孫やなんかいるよ。用が多いといや、気は紛れるといや紛れるんだがね、孫のもんなんかしてるってえとなんだか知らないがね、お迎えが来るのを待っているようでさ、なんだか知らないけれどもこう気がめいってくるんだ。うん、気晴らしに何かやろうと思っていろんなことやってみたんだがね、何やったって面白くないんだ。まあこういう時にはね、ご婦人が何よりの気産地だとこう思った。だけどさ、よその人みたいにどっか行囲うなんというようなことはね、まあ、せがれの手前、嫁の手前もできないしね、またそういうことになるってえとなんだかんだ面倒なことが起きるだろうね。それが嫌なんでさ、いろいろと考えて、そうだ、うん、若い自分ちょくちょく言ってたその中へ行ってみようとこう思ってね、こんな年寄り相手にしてくれるかしらと思って半分心配でね、まあとにかく出かけたんだ。ところが親方の前にだから、これがね、なかなかこう、いい扱いしてくれてね、で何の方もこう、うまい具合に言ってさ、私もすっかり嬉しくなっちゃった。まだ大丈夫なんだなと思ってね、それからもうちょくちょく出かけてって、まあ公然の気を養ってると、こういうわけなの。これだよ。いや、分かってます、大丈夫ですよ。そうですか、長いお付き合いをねさせていただいてますけれども、ご隠居は、遊びは好きだった思いませんでしたね。そうかい。うん、親方はどうなんで、嫌いか。いえ、嫌いなことはありません、嫌いなことはありませんがね、まああんなちっぽけな店でも一軒構えて親方が何だの言われてるってえとね、まあそんなバカなこともできませんからね、まあ店にいる時には大層硬そうな顔してますが、そら遊びは大好きですよ。そう、そら嬉しいね。話し相手ができたってやつだ。親方、今日はこれから何か用があるのかい？別にこれといった用はありませんよ。おお、そう、店の方は？職人と小僧に任しとけ。ああ、そう、じゃあ用がない？ありませんが、何か？
そうどうだよ、私ね、今日実は、吉原行こうと思って出てきたんだよ。今夜一晩二人で浮かれてみないかい。よろしいんですか。いや、そらね、私もね、すっかりご無沙汰しちゃってるんで、それ行きたいなと思ってもなかなかね、きっかけがつかねえんですよ。一人でのこのこ行く、それほど若かねえもんですからね。そうで、本当に構わねえんですか。あ、そうですか。じゃあ、ぜひとも、お供いたしますよ。よし、わかった。じゃあ、行こうじゃないか。なんてんで、のんきなご隠居があるもんでね、往来中でもって床屋の親方と上路会の相談がまとまった。まだ早いから潮待ちどっから持って一杯やろうというんで浅草へ参りまして、これより入ってやったり取ったりしているうちに辺りが小暗くなってきた。さあもうよかろうというんで店を出まして吉原へ。いい心持ちになったね。どうだい。どうあれどうした。おすっかり心持ちになっちゃって。どうごさごさ。おお、なんだなんだ。おいちょいと待ってくれよ。どうもさっきからお前さん見てるってとね、酒の上があんまり良くないようだな。いや本当だよ。なんだか知らないけれども、こう青くなってきて目が据わってきてるよ。酒癖が悪いなんてことはない。そんなこと気にしちゃいけないよ。いやそれはね、悪いったって大したことありませんよ。本当だよ。いやただこれよりもうちょいとやるってとね、人の言うことは無定尺に察知してね、そばにあるものなんか叩き壊したくなる。おいおい、そういうのいけませんよ。ね、こっちはないないで遊びに行ってるんだからね。向こうでもってなんかゴタゴタされるの一番困るんだから、いいかい。頼むよ。ね、おとなしく。あった、向こう行った女の子の前へ行きゃね、借りてきた猫みたいになっちゃいますよ。本当かい、いいかい。ね、おとなしくしておくれよ。そんなことはどうでもいいけど、ご隠居おなじみはどこなんですか。なじみかい。いやなじみはないんだよ。だってちょくちょく行っててなじみがねってのは、それなんだ。ああ初めはね、馴染みこさえたんだけどね、どうも若い人と違ってね、年を取ってから馴染んでいくってと向こうもねだりいいのかな。おお、ちゃくちゃく無心だよ。これがバカにならないんだ。それからね、もうそういうのはバカらしいと思ったんで、今はね初回裏ぐらいでもってね、馴染みにならないうちに店を変えて、あっちこっちで遊んでるとこういうことだよ。ああそうですか、なるほどね。さすがだ、あたやっぱりお飽きんどだよ、ご隠居なすったってね。さあそうだ、遊びにもちゃんとそろばんをはじいたらしちゃるよね。年を取って遊びに行きゃいくらか嫌がられ賃を払わなきゃなんねんだ。そうですかね、感情高くてスケベてきてんだろ、しゃあねえな。お前なんてことを言うんだ。そろそろ始まったんじゃ。いやそうじゃない、これは、ね、冗談ですよ、シャレだよ、あんたね、酔っ払って冗談言わなきゃ面白くないからね。まあとにかく行きましょう。さあ、なんか来たよね。どっかお前さん知ってるところだったらそこへ切り立てしようじゃん。ちょいと顔を立ってそこへ。いやもう長いこと来てないんですからね、そんな店はありませんよ。ご隠居は上がれてってところ黙ってお供しますよ。どうかい。じゃあどうしよう。あのね、小店はいけませんよ、なんか寂しくなっちゃうよね。言ってお店はね、また木ばかり使ってでお足がかかるだろうね。だから中というところがいいよね。で中の上というようなそういうところね、行こうじゃない。おやった。どうだい、このじゃあ。どうあら、しばらく来ねえうちにこういうものも変わりましたね。何が変わったってこの店構え嫌だね。こう彫りがしてあって金ピカでさ、ねえ、まるでお寺の仏壇みたいだな。もっとも上がるお客は坊さんだからいいけどね。なんだよ、そういうこと言うんじゃないよ。いいじゃない、このこの子さ、ね、店は綺麗だしさ、女の子だってほら、揃ってるようだよ。そうですか、ちょっと足を見てくれよ、ちょっと、ちょっとごめんな、ちょっとごめんよ、ね、おー、なるほど、なるほど、ちょい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 と、ちょいと、あった、あった、うわ、なんで、俺が、さいだ、いかがなんす、ちょいとご理解を願いたいさ、願われたいよ、俺だって。なかなかなんだね、いい子は揃ってんじゃねえか。玉揃いとなんすよ。何が言ってやんで、こっちは世辞でもっていい子は揃ってんねったらその気になるなって玉揃いだってやる。大したことありませんが、気に入ったらどうぞ、終わり願いたいって、なぜしたたに誰にねんだい。あ、これどうも、愛心がね。もし気に入ったらどうぞ、いいんだ、言われたからってすぐにそう直すことはねえんだ。客の言うことは気にするなよ。本当だよ、玉揃いだよ。上がりたいね。ぜひ一つ、上がっていただきたいよ、チート待ちで。今、チートな殿に伺ってくるから待ってくれ。ご隠居、なるほどね。いい子は揃ってますよ。そうかね。じゃあ、ここにしようじゃねえ。それ困りません。じゃあ、どの子にしようね。お見立ては？私ね、一番髪張ってる子がいいな。一番髪張ってる。
ああ足のあれがいいなと思ったんです。それはまずいよ。一人の子に二人で上がるってのはいけませんよ。お前さん他のにしてくれ。そうです、わかりました。じゃあ足はねすぐ隣のにしよう、手前のに。あれにします。わがし、一番紙貼ってる子は何てんだい。マセガキオイランドがマセガキオイランドがんですよ。マセガキさん、マセガキさんってね、寺みたいな家でもってマセガキさん、その隣の女はなんて言うんだい、水萩さんでございます。まるでお盆だねお前。マセガキさんに水萩さん、その隣は蓮の井さんとか言うんじゃねえか。どうもらうどうだも、一つ、洗っていただきたいさん。あそうかい、軍協どうします。じゃあこのうちで一つ法事の相談でもしますか。バカなこと言うんじゃないよ。二人で厄介になるよ。終わりになるよ。タン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 とこの白いはしごを上がっていくときがこの遊びの一番の心象だそうですね。これから引き付け通されて待っているご婦人が二人ね、やり手に連れてこらい、あ面会が進むね。さあそれから座敷が変わって酒魚が運ばれてきて、うわーという一気にどんちゃん騒ぎてやつだね。俺はもうとにかく床屋の親方張り切っちゃって、いろんなことを言って、はあ寄ってくるってと一つ、じゃあこういうことをやろうじゃねえかなんてんでね、ご隠居と二人でもって隠し芸、終わってたややってんで、お互いにみんなでもってこう盛り立てて、大変にこの初めのうちは、よかった。ところがこの床屋の親方というのはどうももともと酒癖が良くない、ね、そこに持ってきて下地が入った、ね、そこに上からこうまた足しちゃった。だからもうすぐにその兆候が現れますな。なんだよ、そっちはバーに話が持てるだよ。何の話してんの。おいなんだよ親方、その大きな声出しちゃいけませんよ。静かに静かに静かにしろ。余談じゃねえ、通夜に来てるわけじゃねえ。遊びに来ててなんでそんなに静かにしなくちゃいけねえんだい。大きな声をこっちだって出したがないよ。さっきからいくらこっちでもって何か言ったってね、返事もしやがらねえんだね。えこっちの言うことは聞こえねえんじゃねえかと思うから、どうしたって声が大きくなるんだい。多くなっちゃいけないか。いやだけどさ、それはお前さんがいけないんだよね。もうちょいとね、おとなしく静かにね、飲んでさね、でもって遊んで、いやだよ冗談じゃねえ。だいたいね、あら今日お前がいけないんで、なぜ私、なぜいけないって言ってそうじゃねえか。てめえの相方だけじゃ物足りないってんで、こっちの相方までそば呼んじゃって、おめえおばさんだとか若いしみんなそば呼んで、なんだか知らねえけどそっちでもって面白おかしくやってケラ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 笑ってさ、こっちは誰もいないよ。どういうことになってんだいこら。そらお前さんがいけないてんだよ。さっきまでそっちにみんないたんだね。そらお前さんが急に大きな声を出したり怖い顔したりなんかするから、みんな気心が知れないからこっちへ来ちゃうの。当たり前じゃないか。お前さんが悪いんだよ。なんだよ。やけにそっちの肩を持つね。余談じゃねえ、てめえだけ持ったらいいってもんじゃねえ本当に。おいしょうがないね、お前さん約束が違うよ、ね、借りてきた猫みたいになるって言ったら誰だよ。本当に酒癖悪いんだから。また始めんやったら人の顔さえ見りゃ酒癖悪い酒癖悪いってやって、悪い癖が出るほど飲ましたい。こっぱりの酒でもってなんで余談じゃねえや、でけぞるんねえこの逆ボタルめ。なんだい逆ボタルとは。逆ボタルじゃねえか、ホタルはケツは光ってとまんが頭は光ってんだよなあ。だから逆ボタルってんだ、分かったかい。おい親方、黙って言わしときゃいい気になって、なんてことを言うんだい。我慢がならないね。さあもうお前さんお帰り、二人で誰こんなところにいるんか。給料まあなんですね親方、まあ機嫌を直してゆっくり言えよ。どけ、てめえなんとに止められるようなお兄さんじゃねえんだ。そっち行け、無理げえ、おめえもそっち行け。はあなんてんで止める人を突き倒すね、お電話バーンってひっくり返す、畳をけたたびようにして出れちゃった。あとはすっかり白け渡って、まあいつまでも飲んでてもしょうがないから、この辺でおしけにした方がよかろうなんと言うんで、これからマセガキオイランの部屋に床が取ってありますね。ご隠居は寝巻きに着替えて床へ入る途端に、マセガキさん、はーいって呼ばれて行っちゃったっきり、このオイランが戻ってまいりません。何をしてんだろうな、なんてんで初めのうちは帰ってくるのを一生懸命待ってたんですけれども、酒が入っておりますんで、うと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 とうとうそのまんま寝込んでしまう。夜中にパチリと目が覚めた。なんだよ本当に、翻訳くらいバカバカしい晩はないね。ごちそうしてやって喧嘩はふっかけない。あんなに酒癖が悪いとは思わなかったね。誰いたな本当に。だいぶ遅いよ。今から他のうちへ上がり直すなんて年がいもなくそんなことはできねえしな。
弱っちゃったねどう。女は何をしてんだい、戻ってこねえんだまるでねえ。こんなところで一人で寝てるぐらいだったらうちで孫と一緒に寝てた方がよかったよ。本当にまあ、うん、上沿いの歌聞こえてきたよ。え、まだ諦めちゃいけないね。待てば回路の使用にあるんだから。え、ありがてえ。ほら、こいつ来た。こっち来るよ。こら、戻ってきたよ。うん。だいぶなんだね。乱暴な足音だね。あ、でもこっち来るよ。ありがてえ。あんてん、ご隠居寝たふりをして待っているってえと、ドッタンバッタン、ドッタンバッタンやってきた上ぞりの音が、部屋の前でピタッと止まるってえと、障子を医者やか、ピシーッと開けるってえと、へべれけに酔っ払ったませがきをいらん。転がるようにして中へ入ってくるってえと、いきなりご隠居の脇に、ドタン、おっとっとっと、どうしたよおい、どうしたんすよもう。いやもう本当にもうやだ、優しい。なんだよおい、大層よって、あんなとこ開けっぱなしにしてきちゃダメだ、しょうがねえなど。え、うん、おいおい、どうした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 じゃないのよ、もうもう嫌だってのに無理に飲ませやがんだから、にしゃあ本当にね。もうだからさ、気持ち悪くなっちゃったの、もう辛くてたまんないよ。ねえ、悪いけどさ、ねえ、私寝るからね、お願い、寝かして、ね、頼むからね、寝ますよ、どうも、おやすみなさい。ちょっと、なんだよ、なんだよ、うん、私ずっと長いこと待ってたんだよ、おいら、おいら、やだね、うるさいね、寝るって言ってんじゃないかね、なんか話しかけちゃえや、本当に。お年寄りのくせにおしゃべりだね。お前さんも寝なさいよ。お前も酒癖が良くないね、おい。そんなに酒癖の悪い奴に会う番はないね。え、おい、そんなことを言わないでさ、ねえ、うん、おいらいいんじゃないか、その嫌だってんだよ、そんなとこ触っちゃ、本当にもすけべ、本当に。私、坊さん嫌いなんだよ。え、なに、坊さんのくせにそんなことしていやらしいね。そっち行っといてよ。ってんだよ、血嫌いだよ。ね、坊さん嫌い。ああ、やだ。ああ、本当に坊さん嫌いなんだ。ああ、坊さん。おい、ちょいと。おい、おいら、おい。寝ちゃったよ。ふん、バカにしてやる。何が坊主だよ、本当に。こっちは極上ねん。言いてえこと言いやんの。本当に。バカにしてんね。なんかしてやりてえな。なんかいたずらしようじゃねえか、悔しいから、目が覚めてびっくりするようなことしてやりたいよ。顔に墨塗ってやりましょう。顔見て驚きよ、うわーってんで驚くけど、洗っちゃそれでおしめえだからな。すぐに元に戻っちゃつまんない。すぐに元に戻らないような何かいたずらをしてやりたい。なんそうだ、昼間床屋からカミソリ受け取ってんだ。何、これ落としてやる。それがいいや、いたずら好きのご隠居さんですから、湯飲みにぬるま湯を汲んでカミソリを持ってくるってと。来てるぞ。よしよし、こっち来い、こっちこっち、ね、今このところ、さっ、はあ、これは驚いた。よく切れるな、どうも。はあ、これはよく切れるね。なんか片っぽだけってのはなんかこうおかしいな。やっぱり釣り合いが取れねえからな。こっちもちょいとこうほどしてやろうね。やっと、はあ、すーっと一度でもってきれいに、へえ、よく切れるわこら。親方、酒癖はよくねえけれども、職人としては確かだ、いいものを見つけてくれたじゃねえかな、こら。まみえがなくなったら、バカに死体が白くなったね。死体白こうじてえぐれえなもんだ。面白いな、どうな。切れるよ、本当に。もうちょいとどっかやってみようかな。このもみあげだ、もみあげがいけない、もみあげが。これが長すぎるから余計生意気に見える。このところ、あっ、反り込んじゃったよ。B の片っぽ落っことしちゃった。これ片っぽだけじゃおかしいよ。こっち側もやろう。ほんとこれ、これ、やっと当たったね、これで。両方とした。よし。こんなね、ような格好だな、ここはふわふわになっちゃってな。前髪のところをちょいとやってやろうか。こう、こう、スッスッと落とすと、これで、どうやっても格好が取れねえな。いっそのことを坊主にしちゃえろ、ほんとにね。ああ、扱いになると思いますから、よく切れるカミソリでもって、カーッて綺麗に坊主にしちゃって、さあ、これでいいや。
どうだいね。ああ、さっぱりしちゃったね。私と二人で並んで寝てるってえと玉突きの台だよ、こら。なあ、これでもってこりともう客に悪態はつかないよ。この女だけじゃない。他の店の女もみんなそうなるね。ああ、いいよ、これで。そうだ。見つかったら大変だよ。店の売り物に傷をつけてくれた。どうしてくれんだ。見受けしてくれなんて、やだよこんな、酒癖の悪いの見受けするのね、断りゃ、じゃあ髪の毛が伸びるまで玉をつけてくださいやなんか言われる、これ大変だ。そうだ、見つからないうちに今のうちに逃げようなんて、こんにちは、急いで支度をして髪剃りを懐にしまって障子をスーッと開けてひょいっと見るってえともうだいぶ自覚が遅いね、やり手部屋の方を見るってえとおばさんがこっくりこっくり船へこいでる、こいつはありがたいってんでさーっと忍び足で下へ降りてくる、さすがに商売、お帰りでございますか。あの私は急によう思い出したの、これからすぐに帰りたいんだ、履物を出してくれ。今からですか。いやさらにおいしになってはやんすよ、危のうがない。いやいいんだ、すぐに帰らなきゃならない、とにかく履物を出してくれ。履物もう感情が済ましてあるんだから帰ったって構わない。いえそれは構いませんけれども、そうですか、こんな地獄にお帰りになるなんて、分かりました。あの相方マセガキさん、ああそうですか、じゃあマセガキおいら今送らせば、いや送らなくたって、送らなくたっていいんだよ、よく寝てるから寝かしときな。寝てる、とんでもない話でね、今すぐに起こして、いい起こさなくたっていいんだよ、かわいそうだから寝かしといてやってくれ。いえそれが務めでございますから、今すぐに。おいなぜ客の言うことが聞けないんだい、私がいい点だからいいじゃん、寝かしといてやっておくれよ。そのあなたがそんなにおっしゃるんでしたら、それ結構さ、悪いです。じゃあ今私履物出しますんで、お待ちどうさまでした、どうも、愛しませんわずな、どうも、これに懲りずに、またお近いうちに、ありがとうございました、どうも。しょうがねえね、本当に。これだから見立ては聞いたって裏は返らねえんだよ。飲まなきゃいいんだ、飲むとこれだからしゃあねえな。またね、2階にいて中どもそうだよ、おばさんだって客が帰るのに気がつかねえってバカな話じゃねえんだよ。おい誰かいないのかい、おい誰かいないのかい、よしと、しょうがねえな、おばさん、はい、あ、お呼びになりました、何をしてんだよ、お客様お帰りになったんじゃねえかよ。お客様、あら、まあ、あれすいません、いや、ちょっとこっちで用を足してましたんで気がつきませんでした。どちらのお客様。マセガキおいらのお客様だよ。あ、坊さんのお客様ですか。そうだよ。あら、どうも、あいすいません。どうも、しょうがないじゃないよ。お前さんがしょうがないんだよ。おいら寝てるんだよ。送り出さねえんだよ。しょうがねえや。もう帰っちゃったんだけれども、癖になるから構わねえから。お越しな。はい、わかりました。本当にしょうがないな。あの子がズボラするから、こっち行くことが回るじゃないか。本当に、ちょいと、マセガキさん、マセガキおいら、マセガキさん、はい。なんですじゃないよ、お客様お帰りになっちゃうじゃないかさ、早く送らなきゃダメだよ、起きなさいよ。わかりましたよ、女言い方しなくたって送りますよ。どこのお客様です。お坊さんのお客様。お坊さんの、本当に、あら本当だ、寝ててくれりゃいいの。はい、わかりました、今起きますよ。本当にまあ面倒だね。はい、ただいま。ふらふら起きてきて、障子をスッと開けて、何気なしにハッと廊下へ足を踏み出す。上反りの上の買ったもんですから、つらっと滑ってやったらスターンと尻餅をついて、障子の際に頭をガタン、あいた、あいた、おばさんがさ、汗かせるから頭ぶつけちゃった。あらほら、コブができちゃったじゃないか。やだね、本当に。あらやだ、おばさん、お客さんまだここにいるじゃないか。早いもんでもう3日目でございまして、初日には何ですか、目覚ましに1席余計にやって、3席、昨日はちょいとズボラをして2席、今日は1席にしようかなと思っております。どうもこのやっぱりなんかちょっと自分でもなんか口慣らしを少しなんかやった方がよかろうかななんて思いましてね、今日はミチさんに先出ていただいて、のんびりと私は、最終に間に合えばよろしいんでございますか。
本当は泊まっていきたいんですけども、まあ、近頃泊まってもあんまり面白くないね。ですからどんどん家に帰るというようなわけで、まあ、お稽古事というのが昔は大変に盛んでございまして、どこの横丁へ行きましてもいろんな稽古場がありましてね、みんなそういうところで職人やなんかもお稽古をしたもんだそうですね。だから随分変わったものを教えるうちがありましてね、でそういうところに一つ行って稽古をしようじゃないかなんというんで、お稽古した人が随分いたそうですな。何の稽古をしようってんだよ。いいからさ、黙ってついてきなよ。面白いものは俺見つけてきたんだから。面白いものっておめえが見つけてくるものはろくなものはねえんだよ。よしたはいいよ。何の稽古をしようってんだよ。あくびだよ。あくび。なんでそのあくびってのは退屈した時にあーっと出るあのあくびだよ。こんなもん稽古したってしょうがねえじゃねえか。よ、俺も話そう思ったんだよ。ところがね、この先にあくび至難所ってのはできたんだよ。ね、どんなものをせんのかなと思っていろいろと聞いてみるってえとね、何でも本当のあくびというのはね、茶の湯の方から出ているんだそうだ。ね、でまあ流儀がいろいろと分かれていてね、大変に品があって結構なもんだってね。あなた方が普段やってるあくびはあれだあくびといってね、いいところに出た時にできませんから、ちゃんとしたあくびをお習いなさいなんてね、そんなこと言ってるんだよ。とにかく表に看板を出して銭を取って教えようてんだから、俺はただのあくびとは違うと思うんだから、一体一つ稽古しようじゃねえか。勘弁してくれよ。どう違ったってたかんあくびだよな。銭を出して稽古することはねえ。俺ごめんこぶるよ。付き合いが悪いねおめえは。よし分かって、うん、じゃあね、とにかく初めて行くところ一人で行くってのは心細いからよ、な、行くだけ一緒に行ってくれ。このうちだよ。ほら、あくびしなんどころって看板かかってんだろうな。どんなものを教えるか楽しみだな。うん。こんにちは。ごめんください。はいはい、どちら様ですの。お稽古を願いたいんですな。あ、お弟子入りよ。そうですか。さあさあ、どうぞこちらへお上がりください。さあ、どうぞどうぞどうぞ。どうぞお座布団お当てになって。いやいや、他の稽古と違ってこれは初めから、どうぞそのお座布団お当てになったら、構いません。あちらにいらっしゃる方もやはりお稽古をなさいますか。どれですか。あいつですか。いや、あいつは稽古しねえんですよ。ただついてきただけなんです。そうですか。表で待ってんのも大変ですから、どうぞ中へ入って待ってていただくように。構いませんか。首だけうちの中へ突っ込んでキョロキョロ中見てんじゃねえ、みっともねえから。こっちへっちゃいな、へっちゃいな、な。でそこに腰下ろして待ってね。腰をピタッと締めときなよ。いいか。じゃあ先生、一つよろしくお願いします。じゃあもうちょいと前にお出になってな。あなた今までどっかであくびのお稽古をなすったことがおありかな。いえ、初めてなんですがね。ああそうですか。まあ大体このあくびというものはですな、大きく分けますってえと春夏秋冬とこの四季に分かれておりましてな、初めての方ですってえとこれはまあ夏のあくびが一番よろしいでしょうな。これは場所は守備の松あたり、もやってある船の上で、こちらの方には船頭が眠たそうな顔をして水の表を眺めている、まあ、そんなことを頭に描いていただいてやっていただきます。まず初めに私がやりますからな、よくご覧くださいますよ。ここにこの扇子がございますが、これを汽船の代わりにこの辺にこう軽く構えましてな、で体をごく少しこう動かしていただきます。よろしゅうございますか。うん。おい船頭さん、船を上手やっておくれ。これから堀上がって一杯やって、夜は中行って心臓でも買って遊ぼうか。船もいいが一日乗ってると退屈で退屈で、はあ、ならねえ。なるほどね。いろんなこと言うんですね。おい見てたかよ。ただあくびそこら言ってんじゃねえ。面白いじゃねえか、やってみねえか。いやしょうがねえ。なんと、なんですか。ああそうですか。じゃあ一つお願いしますが、扇子ですか。扇子は持ってないんですか。じゃあ次から持ってきますから、すみませんが今日は先生の扇子を貸しておくんない。これをね、汽船の代わりにね構える。そうですか。じゃあちょっとね形よくいきましょうね。こんなところでいかがなんす。別にあった掛け合いに来たわけじゃないんですから、もうちょいと低い方が、もうちょいと低い方がね、こんなところで、そうですか。じゃあ体を動かして、伊勢よく行きましょうね。こったら江戸っ子ですからね。あとすることは怨霊ですね。別にこの船は死刑を食らってるわけじゃありませんよ。もやってある船ですから、ごく少し、ごく少しね、ごく少しってとこんなところでますか。そうですか。じゃあ行ってみましょうね。アウトグラ、アウトグラってのはいけません。おい船頭さん、なるほどね。ほいほいほいじゃない。おい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 、難しいなこれも。おい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 、籠屋さんだよそれ。
軽く呼べませんか、おい船頭さんって。いや、いざとなるってとなかなか難しいもんとかなんですよね。人のこと軽く呼んだことはねえもんですからね、いつも遠くの方から「いやーこんにちは」なんてなこと言ってるもんですから、なかなか難しいもんで、ちょっと待っておくんね、そのうちにはできますからね。おい船頭さん、船上手やっつくんね、やってくんねってのはいけません、船を上手やっておくれ。あ、なるほどね、船上手やっておくれとね、これから掘り上がってペイチ引っ掛け、ペイチ引っ掛け、そういう乱暴なこと言っちゃいけませんよ。これから掘り上がって一杯やって、夜は中行って新蔵ども買って遊ぼうかと。あ、なるほどね、分かりました。おい船頭さん、船上手やっておくれ、これから掘り上がって一杯やって、夜は中に釣っていくってと馴染みの女が待ってやってね、あれちょっとお前さんどうしたの、この頃丸っきり来ないけど、脇でもって浮気でもしてんじゃないのかいって、から何が嫌んで、おめえが言って脇でもって浮気ができるかよ、まあこの人は口がうまいよ、それで随分女騙すんだろう、憎いね本当に、こっちおいでなんてやってね、俺の下キュッてつ俺がいて、何をしてんだ誰がそんなことを教えました。おうね、一人でになっちゃう、一人でになっちゃうったっていけません、もう一遍やってごらんない、どうすいません、おかしいよ、どうもな、おい船頭さん、船待てやっておれ、これから掘り上がって一杯やって、夜は中行って、ずっと行くってとし、女が待ってやって、あんちゃんとお前さんどうしたの、このごろマリッキー行こう、またやってますなどうしてそういうことになるんでしょうな。おうね、私も言うつもりはねえんさね、一人でにこうなっちゃうんで、どこが悪いからそうなるってのをね、それちょっと見てておくんな、ね、い悔しいよどうもな、おい船頭さん、船上手やっておくれ、これから掘り上がって一杯やって、夜は中へツー、あ、そのツーというのがいい、ツーというから調子づいてそういうことを言う、ツーと言わずに夜は中へ行って新蔵でも買って遊ぼうかと素直に言っていた、芸は素直が一でございます、よろしゅうございますかね、余計なことを言わない、その方が同じことでも、綺麗ですからな、なるほどね、綺麗にやんなしちゃいけない、おい船頭さん、船割ってやっておくれ、これから掘り上がって一杯やって、夜は中行って新蔵でも買って遊ぼうか、船もいいが一日乗ってると退屈で退屈で、本当に退屈でね、どうしようね、どうしようったってどうしようもねえじゃねえか、どうしようもねえからってこのまんまか、冗談じゃねえや、冗談じゃねえってじゃあどうするんだい、どうするか俺に分かるかい、ふざけんなよベロロメえ、何を言ってるあんたあくびどうしたんですあんたあくび出ないんですよ、出ないんですよって、あなたみたいにそう嬉しそうにやってたってあくびなんか出るもんじゃございません、退屈で退屈でという時にはもう少し眠気がさしてなければいけません、私はもう一遍やってご覧に入れますから、その戦争こちらへ、よろしゅうございますか、おい船頭さん、船を上手やっておくれ、これから掘り上がって一杯やって、夜は中行って新蔵でも買って遊ぼうか、船もいいが一日乗ってると退屈で退屈で、はあ、ならねえ、そのふわふわとできねえんだよ、悔しいねえ、どう、もう一遍やりますから、すいません、どうね、あれっばかりのことはなぜできねえだろうな、おい船頭さん、船上手やっておくれ、これから掘り上がって一杯やって、夜は中行って新蔵でも買って遊ぼうか、船もいいが一日乗ってると退屈で退屈で、くしゃみをしちゃいけませんな、バカ野郎、くだらねえことを稽古してやる、本当に教える方も教える方だが、教わる方だってそうじゃねえか、大の大人が差し向かいになってやるこっちゃねえ、くだらねえこと言ってんね、おい船頭さん、船を上手やっておくれ、これから掘り上がって一杯やって、夜は中行って新蔵でも買って遊ぼうか、船もいいが一日乗ってると退屈で退屈で、ならねえってやん、よしねえ、そんなくだらねえこと、稽古してるてめえはいいんだよ、そのさっきからそばで待ったら俺の身になってみろ、退屈で退屈でふうならねえや、お連れさんの方がたちがいい